するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。トン2局、日本馬、京卓が2000点開始です。皆さん手牌を上げてください。のっぽさんはペーチャ、ドラがイーピンです。手牌はいかがでしょうか。じゃんと良すぎて喋ることないですね。ハラハラハラ、先手のリーチが打てるかもしれない。3目頭だけないですね。これあ、ダブリーチャンスじゃない。え、ない、今までなかったかも。匠でダブリーないです。え、ダブリーした後って何喋ればいいですか。周りの手牌でも読んでみますか。そっか、あ、ね、ないねで、これ、まあ、え、あ、ないねあの、まあリーチ、短期でリーチするんだったら、何短期上がりやすいでしょってなるんですけど、やっぱりさすがに、ジャンゾーとパーピン立て重なると、タイヤオンになるんで、何期でも、まあ、普通になる。いや、ここまでいいのも確かに、久々に見ました、うん。僕もね、ここ最近のマージャンで久しぶりに見ました、こんないいとこ。ご自身ちょっといろいろ辛いね。そう、辛い、辛い、世の中をね、くぐり抜けてきたから。テロップが出るかどうかわかりませんけど。まあ、一応考えるのは、はい、万が一サブロ9万引いたときに一旦の仮点でどっちの短期取ろうかなって言ってたら両面できました。で、一応短期テンパイ取るんだったら、あの9ピンが2枚見えてブーパーピンが若干優秀ですね。おお、なるほど、確かにそうだ、うん、もし、うん、9万今入ったらどうしますか、はい、9万は、まあ、ちょっとね、それまでに9ピンが3切れとかになっちゃうと一旦短期テンパイ取るんですけど、うんうん、6、9ピンが現状の進行のままだと9番つもぎりそうですね。おお、サブロー1が入ったら、そうで、ここがね、若干伸びたんになるぐらいですよね。サブロー1が入ったら短期テンポを取るな。ここが伸びたんになりにくいというのは、うん、あの、なんていうのかな、伸びたんに なりにくいわけではないんですけど、あのドラが E ピンなので、あ、なるほど、伸びたんになった時にあんまり嬉しくないというか、うんうん、自分でドラドラっと弾ければね、そう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 、強いですけど、出上がりやすさはね、下がりますよね。これですね早かった。でも匠慣れちゃって、もうすぐ手上げちゃったじゃないですか。横断歩道と一緒なの。大きな声で言ってみます。はい、リーチ。はい、リーチが入った。ちょうど、これ、はい、もし3枚見えたとした、うん、してもリーチになりそうです、うん、なりそうですね、うん、で変わらずになる。でもこれ言ってたり3色なんですけど、うん、あの手替わりが一瞬の時って基本的に、あの上がり、手替わりする範囲の枚数よりも上がり範囲のが多いんで、あのその前に上がっちゃうこと結構多いですよね。なんで手替わり一瞬は、まあ、はい、純ちゃんと3色つきますみたいな、うん、5本とか3本折れる役の数が変わる場合は別なんですけど、よくそこでこう悩まれてる方もいらっしゃいますよね、うん、そう、こっちならこうやって変わるんですけど、リーチした方がいいんですか、しない方がいいんですかっていう質問もいただきますもんね。やっぱりね、あのリーチ麻雀っていう名前がつくだけあってこのルールリーチめちゃくちゃ強いんですよ。なんか、あの打点が高くなるだけじゃなくて、特別な裏ドラミ出るんですよね、うんうん、そう、そんなボーナスあっていいの、こうスタートでは端っこだったり自敗だったり、はい、ちょっとまあ回ってくれてるのかなといった雰囲気なので、うんうんうん、今のうちによかったら今回 M リーグルールを打っていただいてるので、はい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 、M リーグルール赤が3枚入って、うんうんうん、まあ、ドラが7枚あるんですけど、はい、ポイントだったりこういう風に打った方がいいよっていうアドバイスあればぜひいただきたいんですが、M リーグルールってあの仕掛けの部分打点が違うんですよね。例えばあの最高位戦ルール、僕らがいつもリーグ戦とかでやってるルールって、うん、3万点持ちの3万点返し、はい、3900から4500。裏が1枚乗りました。リーチピンク裏1、3900、日本馬4500点、今回加点。そして京卓も2本ついてくる上がりとなりました、はい、ちょっとお話の最中だったので続きをいただきたいなと思います、はいはい、僕らのやってる最高位戦ルールって、はい、じゃあ例えば19自敗がドラです、で単用の仕掛けが入りましたって言った時に打点がほぼ1000点なり、まあ、3色とかついて2000点で確定するんですよね。ただ M リーグルールってじゃあ単用が、まあ、19時配がドラだとしても単用赤赤だったり、うんうん、単用3色赤赤だったりとか、うん、仕掛けた後にも結構マンガンになってる可能性が高いんですよね。あのマンガンに変わるルートがかなり多いですよね。そうなんですよね、うん、なので自分の仕掛け基準を1段階下げる
最高位戦ルールだったら泣かなかったのも、明かりだったら泣いてみるっていうのも一つ手ですし、ターチャの仕掛けに対するケアっていうのも、若干タンヤオ仕掛けに対するケアもした方がいいですね。タンヤオで浮かずに打つと8000だったりも簡単に出たりもしますもんね。そうなんですよね。そのあたりが、じゃあこの後の麻雀で、周りの対応だったりのケアが出てくるかもしれない。うん、かもしれないし、出てこないかもしれないし。ご自身が仕掛けて、打点高く変化する仕掛けをするかもしれないし、しないかもしれない。うん、そうですね。なんか太陽3色ドラ1で5が絡むやつとかすごい泣きやすいですよね。それでは皆さんの手配も上げていただきましょう、はい、お願いします。さあ今回はドッポさんがもう40ミリ位置ですからね、周りもあらいい、皆さんあれなかなかの手でしたね、そりゃ前に来たいわって感じですね、うん、はい、こんな形でした。さあそんな中でも今回は上がりを決めて、はい、ちゃんとね増えましたからお見事でございます。誰とも分かれるようにまあでもこの後ちょっとまた増えた展望でどう立ち振る舞っていくか、はい、はい、注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。